はーーいお疲れ様です元光ですすす言論プラットフォームのホローチャンネルになります今回のお話なんですけどコラボ問題の件でめちゃめちゃ重要な進展があったぞーっていうことでひまそらしがねこうやってツイートしてるんですよねまあ一時話題となった「評算」っていうのがポイントなんですけど今ひまそらしはね東京都に対して住民訴訟をしているわけなんですけどその内容でこの「評算」 ざっくり言うとですねコラボの会見には問題あるんじゃねえのかって言われてたんですけどただこの表判っていうのが監査をした時にまた新たに出てきた謎の、えー、帳簿だったんですよねその帳簿で、えー、東京都は、えー、監査員が見てあ問題なしだねっていう判断をしてたわけなんですけどその表判っていうのがなんと裁判官によってねこんなのじゃ不十分だっていうことを言われてるみたいなんですよねついにまともな判断をしてくれる人が現れたぞっていうこと ということで、ね、東京都としては問題なしだけど、裁判官から見たらこんなの不十分だって言われてんだよ。マジでやばいよね <laughs>、まあ。ということで、ね、その件について見ていこうかなと思います。元道のチャンネルでは、人員ニュース系のことを荒らしていきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、これむちゃくちゃ重要な話なんですけど、住民訴訟速報だーっていうことで、裁判官、との出した資料、評算だとわからない、きちんとわかるように立証せよーって裁判官が言ってたらしくて、 信じててたぜ司法ーっていうことで評もうこれ何のことかっていう話なんですけどそもそもこの住民訴訟っていうのをおさらいしようと思うんですけどひまそら市の動画で、えー、こちらの動画あるんで、まあ、詳しくはこの概要欄にリンク貼っとくんで見てもらえたらなと思うんですけど今回の訴訟の争点としては住民監査請求監査結果のうち前半部分僕の指摘が評判を理由に妥当でないと退けられまくったことを訴える内容となっていますという いうことで、まあ、コラボの会計問題とかっていうのがこの氷さっていうのが新しく出てきてほぼひまそら氏の言い分っていうのは退けられたよっていうところに対して住民訴訟を行ってたわけなんですよねで、えー、改めてこの氷ね、まあ多くの人が知ってるとは思うんですけど、えー、っとひまそら氏っていうのはそもそもコラボが世の中に公表してる会計これホームページで公開してる会計なんですけどこの会計と東京都に報告してる会計まあ、ここの違いを通 突っ込んでいいやこれおかしいだろうってなんかかがあるんじゃねえのかっていうことで,で突っ込んでたわけなんですよね、まあ。詳しく見ていくと何個もそういうのがあるんで、えー、全部は見ていけないんですけどこれがね、えー、一応東京都に対してコラボか、えー、申請してた金額ざっくりとした会見になるんですけど、まあ、ここの数字とかがコラボがホームページで発表してるものと違うというか、まあ、おかしな点っていうのがいっぱいあるだろうっていうことだったんですけどこれ監査結果の資料ね。えー、こういうい風に調べましたたっって言ったら の人たちがね、えー、まあ、コラボの実は帳簿っていうのはまだ他にあるんだみたいな感じで、えー、法人映画台帳に記録した経費は次の通りだったっていうことで新たな表参っていうものが出てきたんですよね本当はこの数字で会計を行ってますというのが出てくるんですよコラボがホームページに出してるものでもない東京都に報告してるものでもないまた新たなものが出てきてたんですよねそれひわずらしからしたらなんじゃそれってなってしかもこの表 をを理由にらののっってていいいうのをいっぱいね、退けけたわけなんですよだからひまずらしは「おいふざけんなよ」って「なんだこの氷山はさは」っていうことで住民訴訟をねしてたわけなんですけどその話が進んでその氷山っていうものは裁判官はこれ不十分だということできちんと若いのに立証しなさいということでこんな氷山の資料だけじゃなんの証拠にもなってねえぞーって裁判官に突っ込まれてるわけなんですよね。<laughs> やっっとととなななんんかまともなことを突っ込まもこ突込れてるわけなんですよ今までは監査の結果で急にこんな評判が出てきても東京都監査員とかもあ全然この評山があるからあ問題ないんですみたいな言い分だったんでだからこれ以上東京都に突っ込めなかったわけですよね、まあ、だからこそこれ住民訴訟してるわけなんですけど、まあ、そもそもこの評判とか意味わかんないよね何の信憑性もないのになんか監査員これで OK みたいにしてるってことだよわけわかんないんですけどまず、あ、ひまぞら市がこういうこと言われてて次回期日までに 補助参加した被告コラボが立証するということで、まあ、今回の住民訴訟というのはね、えー、住民訴訟は、ね、東京都に対して暇ぞらしが行っているわけなんですけど、今これ補助参加してるからね、コラボも。で、コラボがこれを立証するらしいです。というわけで相手ターンなのでこの訴訟は僕側がやることはない。今忙しいので助かるということで、まあ、次のキ日ズまでにまあ暇ぞらしがやることはないんだよっていうことだと思いますけど、まあ、こちらもいいね、させていただきますね。とか、えー、共産の話に戻って あたから改めて言うけどさってもうこれめちゃめちゃ前の話だもんねえ結果が出た時だから1月とかの話だよえ公開されてる帳簿がおかしいから監査請求したら表参とかいう新しい帳簿が出てきたらそれは裏帳簿と言っていいと思うしいやそうなんですよなんでまた新しい帳簿が出てくんのってなっちゃいますよね調べたらわけわかんないもんねしかも東京都はそれを見てオッケーってしてるってわけわかんないよこれ普通に考えたらで さらに根拠も明らかでない、評算でよしされたら、監査委員なんていらねえんだよ、金返せって、いや、その通りなんですよ。そもそも論ですよね。 1>, うんまあ、あの1月の時とかむちゃくちゃ炎上してましたけど改めて考えてもおかしすぎるよこれ。で、うん、させていただきますねで評判なんかでよししてたら何でもありだから当然すぎる対応なんだけどでもそういう当然な対応を一切されない半年間だから涙が出るくらいありがたいねってひも、ね、そろしこれについてねいろいろ追求してきてでね、まあ、この当たり前のことを指摘する人もあのチェックする人監査員とかもいない いなかったわけだからさまあ、そういう意味で言うとやっとこれがおかしいって えー、認めてくれてる人が出てきたぞ、まあ、しかもそれが裁判官がねはっきり言ってくれてるみたいなんでね、えー、と他には司法が死んでねえなら残り8件まだ監査全部出てないの住民訴訟もやる気出るなーっていうことで監査請求をまずして、まあ、住民訴訟という流れになるわけなんですけど暇ら市はすでに監査請求をいろいろしてるんで他の残りの8件もあるぞっていうことで、まあ、こうやって裁判官がちゃんと対応してくれるんであれば他のも全部本気でやるぜ みたいな、ね、やる気出るぞーっていう風に言われてます。どんどん追い込まれていくんじゃないのかなとでこうなっていくと。 えー、コラボだけじゃなくて本当 WBC 全体にそれがね、えー、追及が入るんじゃないのかなと思いますけどねで他に、えー、というわけで第1部住民監査請求編が終わって第2部の住民訴訟編が始まったってドラゴンボールで言うとマジュニアと天下一武道会予選であったところだぞってまだまだこっからだからだっていうことをねひまぞら氏が宣言してくれてますね、まあ、裁判ってなるとコラボはね、まあ、自分たちの都合のいいようなね資料だけじゃダメ だということで、誰もがわかるようなね、しっかりとした資料にしないといけないということで、まあ、ピンチを迎えちゃってるわけなんですよね。ちゃんと直すことできるんだろうかね。まあ、とりあえず、次に、まあ、そうやってね、えー、いろいろ立証して出してくるみたいです。で、ネットの意見も見ていこうと思うんですけど、こちら、ひまそらさんが言われてる通り、結局は裏帳簿を東京都となぜか共有してるんですよねって。そうだから 東京都も、まあ、その存在を知ってるってことになっちゃうよね。当然、裏帳簿を元にせず、東京都は厚労省に報告しているので、東京都は正確な報告をしていないことになるのではって、今回のこの話っていうのは委託事業で、厚労省からまず東京都に対して仕事がまず振られて、そこから東京都がコラボとかに委託してるという形になるので、東京都は厚労省に報告してるんですよね。まあ、その数字とも違うぞっってなったら え、じゃあど、東京都はちゃんと正確な報告をしてないってことになるんじゃねえのっていうふうにね、言われてるんですよ。いや、もうその通りになっちゃいますよね。で、添付1から3は、WBP3 団体の令和3年度の東京都から厚労省の報告。綺麗に一律2600万円で報告しています。ということで、も、ま、う、あ、どれもね、2600万円使いましたっていうのをね、報告してるんですよね。東京都から、えー、厚労省に対して。でも実際はですね、まあ、チェックしてみると、あの,ーその 経費ととししてて認められなないいものものあっったたりりだとかごごちゃごちゃゃ数字はぴではないんですよまあ当たり前ですけどぴったりじゃなくてこういう数字になりましたよっていうのが他の帳簿で存在するわけなんですよ。まあなので、表算っていうね新たななんかわけわかんない帳簿が出てきたっていうことはコラボだけではなく東京都に対しても責任というか問題はあるんじゃねえのかっていうふうにね、えー、推測されるんですよね。まあこちらもねいいねさせていただきますねとか、えー、他には一般論ですけど住民監査請求が帰却されただけで 宣言してたたた放送のの人ががいいいけど行政事件の経験が少ななんだろううとと思っ,たっていうことでまあね、あのー、簡単に言うと棄却されたみたいな形になってるわけじゃないですか。けど、まあそっからね、まだまだやるぞって最初からまあ暇ら氏は訴訟もするぞということをね、宣言してましたから、監査結果ぐらいで勝利宣言してた放送会の人はおかしいんじゃねえのかっていうようなね、意見もあったりしますね。とか、えー、他には、じゃあ何すかって、 さんで納得して関西委員君はアホってことすかっていうことで、ね、まあ、評算じゃねあの不十分だって裁判官は言ったわけですよねでも関西委員東京都の関西委員、えー、伊藤、えー、議員たちはおこれでオッケーっていう風うに判断してたわけなんですよね問題ないなって ってことは、その監査委員は、もう監査する力ねえんじゃねえのかっていうことですよね。まあ、こちら、いいね、させていただきますね。とか、えー、他には、この国に両親は残っていたって。いや、本当そうだよね。やっとまともな判断をしてくれる人が現れたかって感じがしますよね。とか、えー、他には、こちら、やっと当たり前のことを当たり前に言ってくれる人が。いや、その通り、本当に。これだよね、これ。 なんでか今まではどんだけ追求しても東京都はいや問題ないですってむちゃくちゃな言い訳でねそういうね判断してきたわけですよねついにそれじゃダメだって言ってくれる人が現れてるわけですとか他にはやっとまともな人が現れてくれたさてどんな形で立証してくれるのか楽しみだってめちゃめちゃ気になるよね うん、まあこれ、住民訴訟の裁判の内容になるんで、何かしらでね、情報は拡散されますよね。めっちゃ気になるんで、早く見たいですね。こちら、いいね、させていただきますね。ということで、今回はコラボさ、急に出てきた表作が、裁判官から不十分だーって言われてしまうというふうなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元三つのチャンネルでは、自陣ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。